僕権英は、朝鮮の独立運動家、共産主義者、政治家である、南朝鮮労働党の指導者として、韓国側から朝鮮戦争の開始に関わったが、1953年に、近日政に、米帝国主義のスパイ罪に問われて処刑された。字は徳永、孔は、しかも帝、近世三、僕権英は、中世南道霊山軍神要面に、 僕、元秀と彼の目かけ離学ぶ系の息子として生まれる。本願は、冥界牧師、白木の少上牧庭上の56代孫。しかし、彼は諸子であった。朝鮮の両藩の家柄の子孫だったが、彼は、諸子という理由で、差別的な待遇を受けた。僕、経営の少年は、不確実である。1898年生まれ説。1899年生まれ説。 1901年生まれ説などがある。通常、1900年生まれ説が広く認められている。幼年期に漢学を学び、対抗普通小学校に進学する。1916年、ソウルの慶状高等普通学校に進学した。形状高、広氏の同窓生には、李半石、詩人賃などがいた。ソ連に脱出した直後の方、隣は最初の妻の主与だけ。 1929年のモスクワ国際、例人学校生徒、僕は前列左から3番目、主要地区は2列目右から3番目、後列右端にホーチミンがいる。1933年9月14日、西大門刑務所での写真、慶場中広三3年時の1919 19年、3.1独立運動に参加、日本関係に目をつけられ、上海に亡命する。 上海では、高麗共産党イルクーツク派に参加し、1922年には、モスクワで開催された、極東諸民族大会に参加した。1925年には、朝鮮に帰国し逮捕、投獄される。出獄後、東亜日報や朝鮮日報で記者を務める傍ら、第一次朝鮮共産党の総研メンバーとなった。その際、高麗共産青年会を組織して、責任秘書となった。 同年末、第一次朝鮮共産党事件によって逮捕されるが、自分の糞を食べるなど、精神錯乱を装って、病気保釈され、1928年に釈放された。また僕は1924年に、金多くと協力して、慶状で、エスペラントの講習会を開催し、金、大山時夫らと、朝鮮エスペランチスト連盟の結成に参加した。 1928年12月にはソ連に逃亡、モスクワ共産大学で学んだ。1932年、上海にて逮捕。1939年に出国し、甲州のレンガ工場の労働者として身分を隠しながら地下組織、ソウルコムグループを指導した。第二次世界大戦で日本が敗戦を迎えると、 植民地時代の民族運動家は一斉に組織活動を開始した。植民地時代末期まで運動を継続していたものの、多くは社会主義者だった。社会主義者たちは無数の組織を作り上げた。米ソ両軍の軍政下に置かれると、僕県営は朝鮮共産党再建準備委員会を結成したが、すでに十数名の共産主義者によって朝鮮共産党が結成されていた。彼らはソウル、 朝安ビルに看板を掲げたことから、朝安派共産党と呼ばれた、僕県営による、共産党は再建派共産党と呼ばれた。朝安派は、僕県営を指導者に迎えようとしたが、僕県営はこれを拒否し、朝安派に解散を求めた。激しい論争の末、朝安派は、回答し、再建派に加わるに至った。1946年2月、両運協と僕権衛がソウルにおける、 共産主義者を統合するまでに、平壌では朝鮮共産党北部分局を発足させたため、僕県営は南半部におけるリーダーとなった。後、朝鮮共産党北部分局は名称を北朝鮮共産党と改める。この段階では、朝鮮共産主義のみならず、朝鮮における政治運動の主流はすべてソウルでの活動にあると、みなされていた。その後同党は他の左派、 共産主義政党と合併し、南朝鮮道党とを結成。しかし、アメリカをバックとする韓国政府の弾圧を受け、1946年の夏に米軍政府から逮捕命令が出ると、法を含む指導部はソ連をバックとする朝鮮民主主義人民共和国へと越境する。一説では、1946年2月に、新生北朝鮮の指導者に、金日政と、 僕県営のどちらがふさわしいかを決める面接が、ヨシフ・スターリンによって、モスクワで行われ、近日成に軍配が挙げられたとも言われる。ソウルで活動したため、ピョンヤに、個人的な地域がなく、近日成より信頼がないように思われたこと、1930年代初めから、コミンテルンに関係しており、スターリンやその取り巻きが、以前のコミンテルンの活動幹部を嫌い、 全般的に信頼されてなかったことが原因であったという。左から、白、南雲、巨剣、朴剣英、行為の地期1948年1月、彼は、立承版による朝鮮南半部のみの単独政府樹立に対し、民族を分裂させる行為であると強く反対した。1948年4月、朴剣英は、南北協商のために北朝鮮に向かった。5月に、 南北協調は終わったが、僕県営は南朝鮮に戻らず、平壌にそのままとどまった。僕県営が南朝鮮に戻らなかったのは、韓国新米右翼政権樹立後の共産党弾圧の下で、地下運動は不可能と考えたからである。朝鮮戦争と金日政との対立、編集、金日政と僕県営北朝鮮道党と南朝鮮道党が合併し、 朝鮮労働党が成立するとその中央委員会、福井委員長に就任。その後は副首相兼外相を務めた、鉱山派を除く国内経共産主義者たち、とりわけ、僕経営に代表される南朝鮮労働党系と満州派とは長く対立していた。朝鮮戦争が事実上失敗に終わって、膠着状態に陥ると、戦争指導は中国人民義勇軍司令官。 法徳会にによよって遂行されるようになり、金日成は国内の政敵に集中できる環境を得た。金日成は党の掌握に専念し、政敵の追い落としを準備していたと考えられている。朝鮮戦争の責任をめぐって南老党派と満州派との対立が激化した。僕権益を押し立てた南老党派は組織的に金日成に挑戦した。1953年の初頭に、 南楼党派はクーデターを企てたとされている。クーデター計画が実際にあったのかどうか、真偽のほどは明らかではない。戦争の混乱の中で、南楼党派の遊撃隊は、韓国軍により相当された。逮捕と見せしめ裁判、編集、僕県営朝鮮戦争休戦後の1953年3月、僕県営以下、南楼党派は、クーデター容疑及び、アメリカ帝国主義のスパイ、 半島分裂分子などの容疑で一斉に逮捕され、同年8月には大外的な見せしめ裁判が展開された。ところが、李昌陽、李広国、陰は、ハイアキララ南道党派の有力者が問われたのは、クーデター未遂容疑ではなかった。彼らは、米帝のスパイ、政権転覆、南道党派のクーデター陰謀、戦時50万放棄流言飛護という名分のもと、 朝鮮戦争を失敗に導いたことを罪状として処刑された。この時、沿岸派の有力者で、名高い軍人であった武帝も戦争の失敗の責任を取らされて追放された。逮捕された、僕県英は、党から除名され、職種も解任され、平安北道の鉄山郡にある政治犯収容所に収容されて、拷問を受けた。僕県英だけが他の被告と分離され、 裁判も遅れて開始された。1956年12月15日、僕県営は北朝鮮の最高裁判所で裁判を受けた。その容疑は、1919年から米帝の回し者になり、植民地時代からの反国家的スパイ活動とテロ活動、宣伝扇動行為を行い、解放後は南半部で意図的に無謀なデモやストライキを組織して、 多数の共産主義者を殺戮し、ついには北朝鮮政府の転覆を狙ったというものであった。他の被告に対するものにもましてばかげた内容であった。ものの、僕槿恵はこれらの容疑をすべて認めた。彼の卒追が遅れたのは、これらの容疑を認めさせるのに時間がかかったのであろうと考えられている。裁判に出席した強なお空によれば、僕槿恵の振る舞いはひどく曖昧だったと述べている。 素直に、スパイと陰謀の罪を認めたが、1953年の裁判よりも説得力がなく、例えば、朝鮮共産主義運動に関する情報を米軍に提供したか尋ねられると、僕はきっぱりと認めたが、情報は共産主義者と考える者の,のみに渡したと述べた。今日なお空はまた、僕が他者を咎めることを避け、代わりに、 自分一人がこの犯罪に対して責任があると主張しているような印象を受けた。北朝鮮最高裁判所は、僕権英をアメリカ帝国主義のスパイと断じ、僕権英はその日のうちに死刑判決を受けてほどなくして処刑されたという。彼は自分が一度信じた人は最後まで信頼する性格だった。原理主義者という評価と不寛容だという評価が存在する。北朝鮮や、 北朝鮮に追随する韓国内の主体思想派は彼が米国の艦長だと主張するが僕権恵が米国のスパイをしたという物的証拠はない。しかしいずれにせよ北朝鮮では絶対悪の象徴的存在とされており2013年12月に金正恩政権が朝政宅を粛清した際には朝鮮中央テレビで朝政宅一党こそ李章陽と 僕経営の一等のように必ず歴史の俊厳な、審判を受けるべき、極悪な宗派集団と放送し、蝶を、頬、李と同様のスパイと主張した。なお、蝶もやはり12月12日に処刑されている。ありがとうございます。